ムチナチャンネル2今昔物語集巻第十四より孫将だらにの原力によりて鬼の難を逃るること第四十二今は昔縁起の御世に再三上の右大臣と申す人大鷲増しけり大女おば吉見とぞい行けるその大臣の御子に大納言の左大将にて常行という人大鷲増しけりその大将いまだわらわにて成長の時まで飼うぶりをも傷してぞ大鷲増しけるその人の形美麗にして心に色を好みて女を愛念すること並びなかりけりしかれば夜になれば家を入れて東西に行くをもってわざとすしかる間大臣の家の西の大宮よりは品がし三条よりは北これを西三条というそれにこの若君品がしの京に愛念する女ありければ常に行きけるを武も野行を恐れてあながちに制したまいければひそかに人にも知らしめずして侍の馬を召してことねりわらわ馬のとねりばかりをぐして大宮のぼりに入れて品がしざまに行きけるに美福門の前の歩道を行くに品がしの大宮の方より多くの人火をともして罵りてきた若君これを見て曰く彼何人の来たるなるらも居どこにか隠るべきと琴音りわらわの曰く昼見さぶらいつれば新鮮の北の門こそ開きてさぶらいつれそれに入りて戸を閉じてしばらくおわしましてすぐ差しめたまえと若君喜びてはせて新鮮の北の門の開きたるに打ち入りて馬より降りて柱のもとにかがまりいぬその時に火ともしたる者どもすぐ何者ぞと戸を細めに開きてみればはよう人には荒で鬼どもなりけり様々の恐ろしげなる形なりこれを見て鬼なりけりと思うに気も惑い心砕けてさらに物覚えず目もくれてうつ伏したるに聞けば鬼どもすぐとて言うなるようここに毛は彦そする彼からめさぶらわんと言いて物一人走りかかりてきたんなり我が身今は限りぞと思うに近くも寄りきたらずして走り帰りぬなりまた声ありてなんぞ絡めざるといえばこの来たりつる者の曰く絡めえざるなりというに何のゆえにえ絡めざるぞ確かに絡めよと行えばまた他の鬼走りきたるまた先のごとく近くも寄りきたらずして走り帰りなんぞ絡めたりやというになお絡めえざるなりと言えば怪しきことを申すかな我絡めんと言いて各起きてつる者走りかかりて来たるに初めよりは近く来たりてすでに手かくばかり来たりに今ぞ限りなりけると思う間にまた走り帰りいかにと問うなればまことに絡めえざる断りなりけりと言えばまたいかなればしかるぞと問うなれば孫将真言のおわしますなりけりというにその声を聞きて多くともしたる火を一度に打ち消す東西に走り散る落としてうせぬなかなかその後頭の毛太りて物覚えずしかれどもかくてあるべきことにあらねば
我にも荒で馬に乗りて西三条に帰りぬ。増子に行きて心地極めて悪しければ弱りて伏しぬ。身に熱くなりたり目のと伊豆国行きたまいつるぞと殿御前の格ばかりもうさしめたまうに夜深く行かせたまうと聞かせたまわばいかに申させたまわんなど言いて近く寄りてみるに極めて苦しげなればなんぞ苦しげにはおわしますぞと言いて身をかき探れば極めて熱ししかれば目のと格はおわしますぞと言いて迷うその時に若君有鶴様を語りたまいければ目のと浅ましかりけることかな小僧己が将都のあじゃりに言いて孫将だらにをかかしめて大無ぞの首に入れしが格とうとかりけることもし死からざらましかばいかならましと言いて若君の額に手を当てて泣くこと限りなしかくて三日四日ばかり熱くしてさまざまの祈りども始められて部門も騒ぎたまいけり三日四日ばかりありてぞ心地治りたりけるその時に暦を見ければその夜木屋行日にあたりける「これを思うに孫将だらにの霊言極めて尊し」「しかれば人の身に必ず添え奉るべきなりけり」「若君もその孫将だらに絹の首にありということ知りたまわざりけり」「その頃このことを聞き及ぶ人皆孫将だらにをかきて幻にして何愚子奉りけりと何語り伝えたるとや」